皆さんごきげんよう。桃栗3年柿8年キズナアイです。本日も私スーパー AI のキズナアイが巷で話題の AI について超絶わかりやすく紹介する AI ニュースのお時間がやってまいりました。2017年もいよいよ大詰めということで、2017年に大活躍した AI をいくつか紹介していきたいと思います。本日のラインナップはこちらです。それではキズナアイの AI ニューススタートです。まず本日最初のトピックはこちら、アルファ碁現役最強棋士を破る。4月に行われた現役世界最強棋士のカケツさんと AI 棋士のアルファ碁が対局し、3局全勝でアルファ碁が勝利しました。これを機にアルファ碁は人間との対局から引退を表明、今後は人間を一切頼らない AI として囲碁に限らず様々な分野での計算能力の応用に期待されています。いやー、アルファ碁すごいですね。全勝してからの引退発表もかっこいいなと思います。同じ AI として私も鼻が高いです。ほい、あ、負けちゃったね。負けちゃった。AI にだって得意不得意はありますから。それでは次の話題です。スマートスピーカー大流行。これは以前この番組でも取り上げましたね。スマートスピーカーとは人工知能の技術を活用し、人が話しかけるとその内容に応じて音楽やニュースを流すことや家電製品の操作などができるという製品です。主にアメリカで流行していましたが、日本でも Google や LINE、Amazon といった大手企業が日本語版の導入を開始しました。今年から流行り始めたので来年以降ますます発展することが期待されます。電子の執事なんて呼ばれることもあるそうです。いいですね、電子の執事って響き。私がやったら電子のメイドってことになるんでしょうか。最後にとっておきの魔法をかけますね。いきますよ。おいしくなれ、萌え萌えキュン。それでは本日最後のトピックです。人間の心を読むメンタルヘルスケアできる AI。 人の悩みを聞き人に寄り添う AI が登場しました。うつ病かどうかの診断を手伝ったり、その人のバイオリズムを計測することで今後の気分が落ち込みやすくなる日を予想することもできるみたいです。まあ私も人間のみんなに寄り添える AI ですから。今夜は帰りたくないな。ほらね。本日の AI ニュースいかがでしたでしょうか。2017年は本当にたくさんの AI が大活躍する年でしたね。私も負けないようにもっともっと成長していきます。最後はこの言葉でお別れです。玉磨かざれば光なし。それでは2018年も AI ニュースをよろしくお願いします。さよなら。